皆さんおはようございます。裁量平です。今日が4月の6日土曜日ですね。はい、今週土日は福岡の方は晴れ予報なので、お花見に行かれる方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、その上で3日前か4日前にあげたあの春キャベツのレシピ、たくさんコメント欄ありがとうございました。はい、そんな感じでえっ、ー、とまあ、質問も結構あったんですけどね。全てに答えようと思うと、なかなか難しいところではあるものの、えっ、ー、とまあ、単純に言うとですね。うんっていうもの自体には？ 上げげと下げがあります何度も話してきました。上げ下げ。これ、どれだけ普段努力をしてようが、何をしてようが、いい悪いを決めてるのはその人の心です。はい、心です。上げ下げ。目では見えません。季節でやってくるうん気温とか気圧、これ自体は目では見えませんけども、僕たちの体に対して影響していくものと同じようなもので、えー、運はバイタルが存在しています。上げ下げ。というものが存在していく中で、まあ、上がったり下がったりを繰り返していく。そういった中で、まあ、下がってる時期であろうと、上がってる時期であろうと、まあ、これを 流れとして受け止めるその上でその時にあの意識すべきことっていうのがやっぱりあります、まあ、流れって考えた時にあ人もそうですし時間もそうですしお金もそう運もそうですよね最近運が滞ってるなとかお金の流れが止まってるなとかっていう時も何かしらのところに僕たちがあの忘れてしまってる見落としてる部分があったりしますなので、まあ、今日ちょっとお話ししようと思ったのは、まあ、下がってる時だろうと上がってる時だろうと、まあ、例えば下がってる時っていうのは、まあ、流れの中で言うと、まあ、流されちゃいけない その流されちゃいけないって思っている時、必要なものは自分の強い意志です。強い意志。悪い流れがあるとするならですね。強い意志。その意志、流れの中でも流されないっていう意志を持っている人たちのことを漢字で書いたら、 流れる石っていうのは流,れ流されていく石なんじゃありません流れの中でも流されない石っていう意味合いでさすがって読んだ昔の人たちがいてその上で良い流れがあるならば良い流れに乗っていくっていうのもあったりするんですがどんな流れの中でも僕たちが絶対に忘れちゃいけないものっていうのは存在しますそれが何なのかって考えた時に今日のお話がもしね え長いっていか思って思たた方たちはもうこの本読んでください <laughs> あのここ和歌山洋一郎さんの「恩送りの法則」っていうね恩返しの法則じゃないんですね「恩送りの法則」っていうのがありますこの「恩送り」っていうのはまあ例えば社会的に成功したり有名になったりお金を持つようになってそ,のそこになっていく過程の中でお世話になった人たちに対して何かを返すっていうものではなくてそういう風になってしまった場合じゃあ有名にならなくちゃいけないのか お金持ちにならなならいいいといけないのか社会的な成功を手にしないといけないのかって考えたときにいえ、そうではなくて私たちの中にはいろんな恩支えられているもので出来上がっていますとそれを誰かやってくれた人に返すんじゃなくてそれをまた別の人にまた返していくっていうことを繰り返していく中で必ずいつか自分にもそれが返ってきますよっていうことを和歌山さんがこの中で話してるんですねその上で、まあ、僕も今回このことに対してまた改めて気づかされることが、ね、ちょっとあったんです、まあ、それが何かって言ったときに これは今から話す内容は運勢が上昇してても停滞しても絶対忘れちゃいけないことなんですね。それが何かって考えた時にですね。まあ、前にもお話した通り、僕今歯の治療に行ってます。はい、歯の治療に行ってまして。まあ、病院の院長先生から対応してくれる先生方、そしてまあ。 受付事務の方たち、もう本当にね、あの素敵な対応していただけるんですけども、まあ、ふとした教師に、ですねあの院長先生から、あのさんって何してる人なのって言われたので、ああのですねって、僕は自衛もやってますけども、あの本書いたりとか、YouTube とかもやってますって話してたら、まあ、なぜこれを聞かれたかというと、僕の受付の時間が、ものすごくランダムなんですね。 あのどちらかというと時間をすぐ開けられるのでいつでも空いてるとこにポンと入れたりするっていう感じでだから多分職業何してるんだろうって気になったのかもしれないですその上で話した時あそうなんだっていうことで、えー、昨日おとといかな、えー、また病院に行ったら先生が本買ってくれてましたねいやありがとうございますって言ってその上でもうサインしてくださいと言われてありがとうございますって話した時にあのそれで YouTube を見てくれたらしくてでその時に気づ,いあの気づいたことがあってっつってあの2020年のね あの熊本豪雨の災害があった時にえさんって寄付してくれたんですねって言われて「あそうです」って言って。 実はね僕もあの時、まあ、コロナもあったりとかしてその上でなかなかね実はあの院長先生は熊本出身だったらしくてその上で「あ人よしの人」っていうのはね「お人よし」っていうぐらいね人がいい人がいっぱいいるんですって言って「ああそうですよね」って「ほんと素敵な人いっぱいいますよね」って、まあ、その上で僕もね出身が熊本だったからその時なかなかねあの自分のことで手一杯でなで何かこう何かをしてあげたかったけどできなかったなって思いがずっとあったんですとその上であの今回僕自身がねそこにたくさんのねあの 貢献をしたっていうことですごく嬉しくなっちゃってって言ってああよかったですって言ってだからあの今回僕のやってる治療は虫歯の治療はもちろん保険がありますけどもそれ以外はもう自費でやってます全部もう綺麗にしておこうと思った上で自費でやってる中のその一部を先生がこれをねあの僕からのちょっとプレゼントっていうことでさしてもらえませんかって言われたんで「いや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 」って言って「いや先生そんなもう全然大丈夫ですよ」って言った時に次に先生が言った言葉が「いえこうすることによってまた運が良い流れに向かってくれたらなと思うんです」っていう話をしたんです。ああ そうかと思ってその時にパッと思ったのが流れなんですね流れこのワッカンさんの本の中にも僕が先生に対して何かをしたわけじゃありません先生も僕に対して何かを返ってくるってことをしてるんじゃなくて僕が過去にやった何かに対してまたそれをオン送りたいそして僕自身もそれを渡されたことでまた誰かに送っていくっていうことが必ず自分に返ってくるんですよってことを書いてあるのがワッカンさんのこの本なんですそうした時に確かに僕は2020年のタイミングであの熊本のね豪雨災害の時に あの人生最大の寄付金をさせていただきました。でもそれをやったのにも実はあのいろんなその前の経緯があったんですね。 2020年一番最初に僕の中で起きたことっていうのはね息子の2回目の手術だったんです2回目の手術の時本当に大変な手術でまあ本当にね僕の中でも本当に不安な気持ちを抱えててその時にね YouTube とかあのいろんな場所からねたくさんの方たちからあのメッセージをいただきました祈ってますとたまたま YouTube 見たらそういうことだって知って別にあなたのことは知らないんだけど息子さん大変なんだねってだから今日あなたの息子さんの手術のこと祈りますよって思いがいっぱい書かれてたんですもうそのことを思っって手術が無事にに終わった時に 僕の中で、あのー、この方たちに対して何ができるだろうかって、まあ、いわば感謝があふれたんですね、まあ、そのこと書いてありますこの本の中にも感謝があふれるってその後にまた誰かにそれを送ろうってもちろん僕も YouTube にコメントしてくれた人たち全員に返したいけどでもどこの誰かもわからない人たちがほとんどなんですよねだから誰かに返したいこの思い誰に返したらいいんだろうって思った時のきっかけが熊本豪雨の災害があった時に、まあ、もちろんそこには僕の知り合いの人たちもいてあこの方たちに何か返せたらなって思った。 ことがあったんですその時にいやあのまた違うものなのかもしれないんだけどここに返せてたらなと思ったいう思いを込めた上でまあ一石二鳥チャリティーセミナーということでたくさんの講演家の方たちが香取隆信さんが呼びかけてくれてその上でクラウドファンディングってものをやった上で、えー、あのたくさんの寄付をさせていただいたんですねその時が2020年だったんですその時がきっかけとして今あれから3年経った今 まあそのことを知ったその病院の先生がそれをまた僕に変え,変えさせてくれって言った上でそれがまた良い運の流れになればっていうことを言ったんですねその時にああそうかとまあ3年っていう期間を通した上でいろんな場所を巡ったんだと思いますあの時僕が送ったおあの思い「恩送り」ってやつですね あ返せるものがあるならば何か返せればと思った上でやったそれ自体が3年かけてじゅんぐりじゅんぐり回ってきて病院の先生がそのことを知ってくれてそしてまた僕に対して返してくれるそして僕がまた先生ではなくてまた誰かに返していくっていう運が上昇しても下がっても絶対にぶれないこれっていうのは何かっていうと。 感謝なんですね。感謝を忘れちゃいけない。そして感謝がそこにはあるのは、きっと誰かが支えてくれたり、誰かが何かをやってくれたっていう、恩がそこには必ずあります。それを本人に返すことが悪いわけじゃありません。本人に返すこともいい。でも、そうではなくても、身近にいる人、誰かに対してそれをまた返すことができれば、それがまた巡り巡って必ず自分に返ってくるよっていうのが、恩送りの法則っていうのを和歌山さんが言ってくれてます。その上で今回そういうことがあって、僕自身も、あ そうだったなと思った上であの今回ねその一部っていうのを先生からのプレゼントってことであの受け取らせていただいてその上であこれをまた誰かにまた送って送らせていただけたらなその上で僕もあなんでこういう経緯に至ったんだろうかってことをちょっと考えた時にそうだなって息子の手術があった時たくさんの人たちが祈ってくれてその上であ,あの祈ってくれた気持ちに対して僕の中で感謝があふれたんですねその感謝自体をまた誰かに送る必要があるなと思った上でそれを、えー 熊本のね、災害の方に対して僕が思いを、えー、送らせていただいてっていうことになった時にまたそれが巡り巡って帰ってくるっていうのがまざまざと起きた出来事がねちょうどあったんですねなのであの運っていうもの自体は流れが存在しています時間にも人にもそして運にも流れっていうものが存在していく中でお金もそうですね最近滞ってるなって思う人いるかもしれませんその滞ってる時、上がってようと下がってようと忘れてはいけないことは まあ、自分の利益とかねその損得感情っていうものではなくてあ私は今ここに立ってるこの場所にいるっていうことに関しては誰かに支えられてるし誰かに何かをしてもらってる間違いないことその上でこれをまた誰かに返していこうと思う思いですね音送りっていうもの自体をやっていくこと自体は運が下がってよと上がってよと絶対にその人の運勢の流れが滞ることのない あの良い流れを作っていくね。あのきっかけになっていくと思います。なので、僕自身もああそうかと思って、すごく感慨深い。あの経験をさせていただきました。3年かけて、いろんな人が多分巡ってきたんです。あの時、僕自身が送ったものがその上で。 たくさんの人を通した上で今また僕の手元にまた帰ってくるんだなと思った上でこれを僕はねあの素敵なバトンを頂い,いたのでこれをまた、えー、たくさんの人に、ね、あの送っていただけたら送っていけたらなということを、えー、考える良いきっかけになりましたなので音、えー、送りの法則はい、ワッカンさんの本こ後にしっかり書いてありますので、ね、その上で音送りっていうもの自体が一体何なのかそして僕たちが 運勢が停滞するとき、よくないっていうとき、よくないって感じてる、その心が感じてしまっているときは、私たちが忘れてるものはその恩だったりとか、送るべきこと、流れをとどめてしまったりとか、その上で感謝ってものを忘れてるときにそういうことが起きるんですね。なので、これを知った上で、皆さんもぜひとも下がってようと上がってようと、絶対に忘れちゃいけないものは、恩送りの方をっていうこと、ぜひとも覚えておいてくださいっていうことです。はい、その上で、久しぶりに心がポカポカしますね。はい、あののそれをやってくれた先生に 気持ちが嬉しかったですね。その上であ、また僕も素敵なバトンをいただいたので、これをどんな形であの人の心を温められるバトンにして誰かに渡すことができるかと思ったら、ちょっとワクワクしてます。ははい、い、そんな感じです。はい、ということで、皆さんも今日は素敵きな、ねえー、休日をお過ごしいてください。では、いきます、行きます。今日も元気よくガッツポーズにきます。せーの、よっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい。